あのですね、はい、大変恐縮なんですけど、はい、このレシピミキサーに出ていただいた方には、はい、あだ名をつけるんですよ。あ、そうなんですか。あだ名、あだ名、はい、どんなあだ名で呼ばれたい、俺こう呼ばれたいんだよねみたいな。それこっち発信で言えばいいんですか。いいですよ、もちろん、はい、あ、もしないようだったらこちらで勝手に嫌なあだ名つけてしまいます。嫌なあだ名でお願いします。嫌なあだ名で、嫌なあだ名で。じゃあ何がいいかな。もう一度お名前を。川本翔太さん。川本翔太さん。こんなあだ名がいいんじゃないみたいなのはあったりします。川翔、川翔でいいですか。あ、全然いいですけど、それここの台本に書いてたやつですよね。あれ完全にそこを口チャックです。チャックで。おかしいな。すいません、川翔とか書いてどこにも書いてないんだけどな。書いてないですね。書いてないです。高校時代それで呼ばれてないです。呼ばれてない、呼ばれてない、はい、ということで、じゃあ皆さん、はい、川翔で、川翔、はい、わかりました。こうちょっとオーダー取るとき、あ、川翔来てみたいな感じで皆さん呼んでください。はい、お願いします。じゃあ川翔で呼ばせていただきます、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速、ありがとうございます。はい、早速、はい、一問一答聞いていただきたいの、はい、行きたいと思います。はい、はい、出身地はどこですか。大阪府です。大阪、お、はい、はい、あれ、なまってませんね。なんかやっぱこっち来るとあんまり出ないんです。東京かぶれって言われるんですね。東京かぶれなんですよ。うちの完全に、はい、うちのメンツ、私以外みんなあの関西の方、関西出身なんですよね。そうなんですね。のせいで、まあ、東京かぶれのメンバーです。トキも大阪出身で、みずきちゃんも大阪出身、大阪出身で、そうなんですね、すごいですよね。で、まあみんな東京かぶれですよ。うん、そうです。いやい、大阪かぶれ、大阪かぶれてへんもん。わてかぶれてへんもん。わてとか言わない。わて言わないです。言わないです、はい、あれ、なんて言うんだ、おかしいな。じゃあ続いて、はい、続いて、はい、3S の3つの S とは何ですか。ほうほう、気になるね。酒と食とショーですね。ショー、このショーです。お、ショータイム、ショータイムのショー。へー、酒と食、食と食べるとショー、ショー、ショーだけ急に英語なんですけどね。確かに英語なんですね。はい、いい、いいっすね。え、はい、なんで思いついたんですか。え、なんかやっぱりね、ライブハウスみたいなことやりたいなと思ってて、はいはいはい、でも普通のライブハウスにはないものを提供したいっていうので、美味しい食事ってあんま普通のライブハウスないんじゃないかな。で、そこで食事と、レンジでチーン多いですよね。そうなんですよ。だから食事と酒もこだわっていこうっていう意味で。なるほど。ほうほうほう。だからうちはあの焼酎とかも置いてるんですよ、あそこに並んでるんですけど。いいですね、そうですね、こだわりがあるってことですね。いいですね、焼酎大好きなんで、はい、ぜひ飲んでください、はい、おすすめのお食事は何ですか。おすすめはね、あの山盛りフライドポテトっていうのがあるんですけど。あそこにあった、はい、あ、頼んだし、本当に、本当に山盛りなんですよ。トキポテチ大好きです。本当山盛り、ポテチじゃねえよ。ポテチは関係ないです。トキポテチ大好きです。原料が同じだけで全く関係ない、うん、はい、はい、やめてそういうの入り込むの、やめて。じゃがいも好きだよね。そう、じゃがいも好きです。あ、じゃがいもね、じゃがいも好きだったら大丈夫です、はい、はい、あとお酒では、まあ今回はこのリズシャワーのなんだ、オリジナルカクテル作っていただいてるんですけど、うん、それ以外にこんなのおすすめ的な、まあ、基本的にうちはあの100種類以上あるんで。そんなにあるんですか。すごい、カクテルも含めるとそれぐらいありますんで。すごい、もう全部おすすめです。じゃあ私に合ったカクテル作っていただけるとか言ったら作ってもらえるんですか。あの好みの甘めがいいとか、芝居がかったのは、そういう風に言っていただければ、はい、作る場合もあります。はい、作れる場合もあります。じゃああそこに行って作ってくださいって言ったら作ってもらえる。そうです、かもしれない、かもしれない、かもしれないということで、まあ楽しみ、いいんじゃないですか。いいですね、はい、どんどん行きましょうか。はい、どういう方にお店を知ってもらいたいですか。うんうんうん、そうですね、あの もちろんあのお客さんにあのたくさん来ていただきたいんで、はい、いろんな方していただきたいんですけど、はい、それとは別に、うん、あのイベント主催してる方とか、お、私たちのような、そうです、はいはい、イベンターですね、やられてる方にどんどんもっともっと知ってほしいですね、うん、というのもうちはあの無料で基本的に箱を貸してるんですよ、はい、なので箱代っていうのがかからないんで、そこはちょっと普通のライブハウスと違うところかなと思いますので、素晴らしい、はい、ぜひ皆さんイベントを開いていただければ。ここにいる人たちがね、あの1人1個イベント開けばもう2ヶ月ぐらい持ちますので。じゃあ皆さん1人ずつ、はい、はい、端からどん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 イベントを、なんか得意なやつやっていただければ、はい、もう常にそういう目線で見られてますので、はい、よろしくお願いします。告知などは OK が出たぞ今。そ、そんなんでるんですね、なんかテル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 って、はい、そういうのはいらないです。続いて、はい、6月以降の告知とかは特に、はい、6月以降なんか告知がリスナーの皆さんだったり、おー、なんかゴロゴロと出てきたぞ。バラ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 落ちましたけども、はい、モザイクかけときましょうか。これ告知しちゃダメってことじゃないですよね。そんなことないです、いいですね、大丈夫です、あの6月の、まあ、ちょっと先になっちゃうんですけど、はい、6月22日に、はい、男子寮というパフォーマンス集団の、男子寮、はい、飲み会をここで、寮です、男子寮っていうパフォーマンス集団のユニット名なんですけど、ユニット名ですね、はいはいはい、まあ、実際みんな同じ男子寮に住んでたメンバーなんですけど、あ、それで、それが由来で、
そうですそうです、はい、なるほど。全日本コール選手権というお酒を飲む、うん、はい、どれだけ楽しく飲めるかという大会がありまして、それで大会3連覇しているパフォーマンス集団で、おすごい、それのイベントが6月22日にあります。 こちらでそうです。ここでふんどしとか履いたりするやつですか、もしかして、基本的に男子寮生はみんなふんどしでやりますんで、はい、じゃあ気になった方、ふんどし見たい方、はい、男性にハーハーする方、はい、ぜひ見に来る感じですよね。はい、そうですね。はい、はい、ということで続いて、はい、最後に会場にいる皆さん、リスナーの皆さんに一言お願いします。はい、会場にいる皆さんはもう今日飲んで食べてたくさん楽しんでいただければなと思っております。リスナーの皆さん、横浜っていうのでね、遠いと思ってるかもしれないんですけれども、確かに人と新鮮でつながったんで、うん、すぐ来れます。東京からもすぐ来れます、埼玉からもすぐ来れますんで、ぜひ足を運んでいただければなと思います。はい、はい、ありがとうございました。イエー、大きな拍手、川島さんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。鮮度抜群で丁寧に仕込んだホルモンは癖がなくて食べやすい。種類も豊富でお値段もリーズナブル。お好きなホルモンでがっつり満腹もよし、いろんなホルモンで食べ比べもよし。友達と、家族と、恋人と焼肉するならトンプ。黒猫の足跡。いらっしゃいませ。こちらのお店ではリスナーの皆さんからいただいた日頃のストレス、愚痴、お悩み、喜怒哀楽ネタをつまみに、いつもの3人がおしゃべりしていきます。さあ、今夜も始まったようですよ。結婚して、宇宙人にさらわれて、うん、四つ葉のクローバー見つけて、あと何があったっけな、もうないと思うんだよな。ないと思うね。そろそろ、どうなのよ。どうなのよ。時、どうなのよ。この感じちょっとね、怪しいね。お待たせー。何今日はね、よく覚えてたね、いっぱいね。聞いてたんだったら早く出てきなさいよ。あんなよ。いや、今日はちょっとね、お店来る途中に、うん、ちょっとスカウトマンにちょっと捕まっちゃって、うん、あら、そう、何で捕まったの。いや、何しないって言われたの。モデルなりませんかみたいな。グラビアグラビアね、水着的なですか。水着、それはどっちを着るの。ビキニビキニ、ちょっと、まあ、どっち着るの、ね、スクール水着。そこあんまちょっと突っ込まないでください。じゃあスーツ的な感じで。え、グラビアなのに。グラビアじゃない、全身裸で。グラビアじゃない、なんかもうコスプレ。コスプレ。あー、なんか以前コスプレっぽい服を着ているのは見たことが。そうなの。いや、もう、あ、もう、はい、おつまみ行こう。おつまみ、あ、うん、まあ、おつまみ行くよ、ね、おつまみ行く。はい、なんか遅れてきたトッキーが生意気だな。最近生意気なトッキーです。トゥイマテン、トゥイマテン。はい、おつまみちょうだい。はい、まず最初のおつまみです。はい、ドラ猫さん、主婦女性38歳の方からいただいたおつまみです。うん、男性のロン毛を見るとゾッとします。伸ばしている人に限って服装などだらしがなく不潔です。鏡を見て考えてほしいです。男性のロン毛はどう思いますか、ということなんですけど。厳しめだね。ね、いや本当に厳しい。鏡見てるか的なことですね。あ、ね、もうめっちゃ言ってるね、これ。うーんとね、ま、人によるかも。そうだよね、うん、やっぱだってブサイクがロン毛にしてるのが許せないって言ってるんでしょ。要は多分ね、うん、髪切ってくださいよみたいな。どう思いますか。あ、でも、うん、こう満員電車でさ、うん、ロン毛のさ、男性の髪の毛とかがこう顔にちょっと触れたりするとさ、なんかうわって思う。うわって、うわって。え、でもそれ女子でもそうじゃない。女子でもあるの。え、なんか髪の長い人が髪にワンって当たったらってなって。なるほどね。うん、でも男性の方が嫌かも。あれ、結局伸ばしっぱの方が楽だからってことでしょ、うん、そうなの。あ、そういう、じゃない人もいるでしょ。じゃなくて、だって不潔だって言ってるんでしょ、その人は。そうだね、不細工なのにっていうってことは、うんうん、めんどくさくて伸ばしてしまって、うんうん、だよ。そうだね、まあそっちか。でも清潔感は大事ですよね。ロン毛似合うの木村拓哉さんくらいじゃない。あれくらい髪綺麗だったらね。うん、うん、じゃあ似合ってればいいってことですか。似合ってればいい。